皆さんこんこにちは伊伊藤藤塾塾長伊藤誠ですさて大学を終えてこれから人生の新たなステージ始めようとそんな大学4年生の皆さんたちに今日は少しお話をしたいと思っています皆さんには是非幸せな人生を送っていただきたい、まあ、この大学を卒業した後いろんな道が考えられるかなと思います 会社にお勤めするもう就職で当然決まって会社に行きますという方もいらっしゃればいやちょっとまだ就職決まってないんだけどどうしようか考え中という方もいらっしゃるまたアルバイトなどをしながらもうちょっと将来のことを考えたいんだまたフリーターでちょっと自由に行きたいよまたは NPO や NGO、まあ、そういう組織の中でちょっと頑張ってみようかなと。 もう本当にいろんな皆さんたちがいらっしゃると思っていますそんな中で私はぜひ皆さんには幸せな人生を送っていただくためにこの伊藤塾で勉強して弁護士これを目指してほしいそうう思っていますもう人生とかね生き方は今の時代本当いろいろでいいんですよ、このコロナの中で皆さんも就職活動大変だった方も大勢いらっしゃるんじゃないかなと思いますし、まあ、会社に入ったけどねさあ大丈夫かないろんな不安抱えてますよね。 まあ不安で当たり前一歩先のことなんか本当にわからないですでもだからこそ、ね、皆さんにはしっかりと力をつけていただきたいと、えー、伊藤塾で学んで法律の力をつけてそして活躍をしていただきたい、えー、そう思っていますさて今までは大学を卒業するとどんな感じだったかなとちょっと、えー、こう絵にしてみたんですけどね従来のステージは割と一本道、まあ、皆さんが、ね、希望する会社に入って でそして、1つの会社に入ってその会社の中で、えーまあ、経験を重ねていきながら自分のキャリアをこうアップしていく、まあ、メンバーシップ型の雇用なんて言葉が最近よく言われます。 まあそこでは事業環境の予見可能性が高い安定性が重要だよと要するにこの会社に入れば、まあ、将来こんなふうに、まあ、プロモーションして、ね、昇進していってこれくらいになればこんな給料かななんていうのがちゃんと見えてたああそんな時代そして当然前提としては新卒、まあ、一括採用が基軸になっています。る 同期で入ったんだから大体同じような形でまあ昇進していきましょうみたいなことになるしまた、会社自身がまあ皆さんのキャリア形成のサポートをしてくれるいろんな研修が社内であったりとかしてまあ会社の中に入ればまあ知らず知らずのうちに何らかの力がついていくまあ仕事のスキルがまあなんとなく身につけられるかななんていうそんな感じだったんだろうと思うんですね。これれでででかった時代はそれでいいわけです なさに、ねえー、希望する会社に入れればもうそれでよかったでも,もう言うまでもないもう皆さんもよくわかっているように今はそういう時代ではなくなりましたジョブ型の雇用、まあ、こんなこともよく言われますけれどもね変革の時代変化に対応できるかそして企業自体もイノベーションが極めて重要だこう言われるようになっているそこでは新卒でみんな同じ同期で一括入社ではなくなりました、えー、中途でどんどん入ってくるしまた会社をいろいろと変わって まあ人材の流動性なんて言葉を言いますがその自分の中にきちっとしたスキルを持っていればその自分のスキルを生かせるそんな職場をむしろいろいろと動いていってそして自分の力を高めていくというわけですでまあ競争力自分の中の,その外部的な競争力それが重視されていくことになるしそして一人一人が自律的なキャリアの形成まあはっきり言えば自己責任自分の責任として自分の中のキャリアを形成していく それれが求められるそして企業の方も一定の力のある人を採用したいですということになっていくそんな時代になっていくですからもう会社に入ったからといって安泰というわけではないしまさに自分の力で生き抜いていくそんな力をどうつけていくのかこれがとても重要になってきましたちょっと従来型とそれから新しいタイプ比較をしてみました まあ、従来型のメンバーシップ型なんてのは、まあ、それみたいに一括採用中心だね、でえー、ジョブ型はもう中途採用だろうがなんだろうが力のある人をどんどん取っていこうということになります、そして何よりも求められる人材というのが、まあ、従来はいろんな一つの会社の中で、ね、いろんな業務を回せる、まあ、ジェネラリストなんて言ったりしましたけれども幅広くいろんな業務をまあこなせるかなと。 でも、これからはこういう仕事をしてもらいたいこういう能力のある人をもう社外から会社の外からでも採用したいんです中途だろうが何だろうが年齢関係なくこういう能力のある人を採用したいですという会社が増えてきたまさに高い専門性を持つスペシャリストというのがこれが求められるというところに変わってきたわけですまあ他にも報酬だとかも随分違うしそして教育まさにこれは自分の力をいかにつけていくのかというときに 今までは会社の中で内部の企業研修みたいな形で、えー、まあ学習ができましたでも今はもう学習が終わって力をつけた人を会社企業は採用するということですから自分自身を高めるためにはまさに自己検査と書いてきましたが自分で自分の能力を高めていくということ、まあ、まさに学び続けるということが本当に重要になってきました。 まあ大学終わって、ね、もう大学生の中でいろいろ勉強で大変だったなという方が大学終わったらもう社会人になって、まあ、勉強なんかしなくていいかななんて思ってたら実は大間違い、うん、むしろ大学を卒業した後社会に出てからの方が自ら学び続けなければこれなかなか大変だぞとそういう時代になってきたよということなんですね。でまたこれれれは経産省のの、ね、研究会の報告書なんですけれどもそれちょっと 引用してみたんですが個人はキャリアを企業に委ねるのではなくキャリアオーナーシップを持つ要するに自分のキャリアは自分のものなんだと自分自身のキャリアなンだというそのオーナーシップをちゃんと持って自らの主体的な意思で働く企業を選択することこれが求められるということです。まあ、従来みたいいななな安定性性だととかか、ね、均均衡性というのかな均質的な 安定しているそして均質的なだいたい同じぐらいの能力の人たちを会社が集めて仕事をしますよというそんな話ではなくなったわけです何度も言うように企業としてこういう能力の人を取りたいという形でえそんな人を採用しながらそして会社としてより 大きく成長していくという会社一つとってもそんな状況に変わりました今、企業の話をしましたがこれ企業だけではないです NPO だとか NGO だとかまた公務員だとかいろんな場面組織で働いていくというところでもこんなふうにどんどん変わってきているそれは言葉を変えれば会社に就職しようが何か別のことを自分でやっていこうという場合だろうが一言では自分の中にしっかりと力を蓄えておくこと 自分自身がい自自、ねまあ、わばあその子ここに書いてあるようなキャリアのオーナーシップ自分自身のキャリアなん,キャリアなんだから自分自身でそれを築き上げていかなければいけないぞというそういう時代になってきたということなんですね。ですから大学例えば皆さんね4年卒業して新たなステージに行こうとするその時に昔ならばみんなが 企業に就職ししたんでしょう皆さんの中にはねちょっと就職決まってないよっていう方またあちょっとね何しようか今のところよく分かってないな何となくプラプラしちゃうかもしれないぞなんていう方もいるかもしれないし、まあ、それこそフリーターアルバイトでなんとかして、えー、自分のやりたいことを見つけますなんていう方もいらっしゃると思うんです私はねそれでいいと思ってるんです言い換えれば人はみんなそれぞれ自分の人生を持ってるわけだからそのそれぞれの自分の人生を堂々と生きていけばいい それだけなんですねただ、その時に自分の人生を堂々と生きていくためにはいつまでも遊んで暮らしているわけにはそれはいかないですよね、やっぱり自分の中に力をつけていかなければいけないということになります、そのときに、えーまあ、学んでつける力というのはいろんな力があるかなと思うのですがまさにこの変化の時はチャンスなものですからいろんなことが学べる、その学べるチャンスだろうと思うんですね。 例えば、伊藤塾で法律を勉強を始めた弁護士を目指して勉強を始めた皆さんたち皆さんと同じように大学4年生だとか大学を卒業された方あ大勢いらっしゃいますそんな皆さんたちが伊藤塾で法律の勉強を始めたそのきっかけとして、まあ、こんなアンケートがあります例えば、時間が予想以上にできたために有効に活用しようと思った、まあ、コロナの状況もあるかもしれませんし大学を卒業して、えー、でちょっと時間が自由にできたなんとか有効に活用したい。 また将来は不安になり資格取得の必要性を感じた先ほどからお話をしている通りり、ね、どこかの有名企業に会社に入ればもうそれで OK と安泰という時代では全くなくなったということは皆さんたちの数年先輩はで外国から観光客オリンピックだぞとインバウンドでも大盛況でしたですからもう本当に観光業界だとか交通業界だとか航空業界だとかいろんなところが大勢人を えーまあ、採用したわけですよねでもコロナになって一変してしまいました世の中はそうやって一気に変わるわけですよ何かに任せる人頼みどっかの企業に入れば安心だそんな時代では全くなくなったってことはもう皆さんも、えー、昨年のコロナのいろんな、ね、様子を見てお分かりだと思いますそういう意味では将来不安になったよじゃあどうする何か資格があれば強いぞ やっぱりその資格の取得の必要性を感じて移動軸に来て弁護士を目指すんだそんな方が大勢それからもうちょっと消極的かもしれませんが何もすることなくなったんでちょっと勉強でもしてみようかななんて方も中にはいらっしゃいますそうですよねまだね何かこうやりたいことは決まっているわけじゃないんだけれどもでも将来のためにやっぱり何か学んどかないといけないなという思いからその時にね じゃあ何を学ぶ結構、ね、語学を学びますとか、ね、会計とか簿記を学びますとかそういう選択肢もあると思うんですもちろんそれもそれで好きならばいいと思いますでも法律を学ぶというのはとても実は意味のある選択肢だぞということ。それは皆さんが将来、ね、弁護士 とという資格をを取るるためににに法律を伊藤塾でで学ぶそここは本当に意味があることですもちろん弁護士の資格を取る、えー、これは大きな強い武器になりますからね、うん、それでもいいしそれから他にも司法書士だとか行政書士だとかそんな資格を取って活躍をするこれもありです、そしてまた、伊藤塾で法律を学ぶことによって、えー、皆さんの今の生活のいろんなところに実は役に立ちます。 会社の中で役に立ったりまた自分がフリーターとして仕事をしていると時に自分の身を守るそのために法律は武器になりますアルバイト先でね、なんかアルバイトの料金賃金払ってくれないんだけどとか働き方あまりにもブラックでひどいんだけどそういう時にきちっと自分の身を守るそれが法律なんですねですからちょっとフリーターとして自由にいろいろやってますという時でも法律を学んでいるか否かで大きな やははりりそここ差がつくことになりますですからそういう意味では、ね、この変化の時だからこそ伊藤塾と法律を学ぶチャンスだろうと私は思うんですえ将来弁護士を目指して、ね、何かの法律の資格を取るそして今の皆さんたちの生活をよりまあ安全にそして豊かなものにしていくために伊藤塾でぜひ法律を学んでいただきたいなそんなふうに思ってるんですね、えー、そういう意味では一歩踏み出す重要だと思いますただどこにどう踏み出していいのか分からないよという方も大勢いらっしゃるかと思うので いろんなガイダンスをやったたりまたの私などの体験講義を聞いていただいたりそして何よりもオンラインの相談会をやっていますお一人でも友人同士でも親子の保護者の方と一緒でも構いませんからぜひ相談に出していただければなと思うんですね大学を卒業したらもう有名な会社に入るんだそんな一本の道ではもう今ないですからいろんな選択肢があっていいんだ実は法律を勉強し その中でも憲法というものを学ぶとね人はみんな違っていいんだいやいや、むしろ人と違うことは素晴らしいということが学べるんですね。 皆さんはどううでしょうみんなと同じじゃないといけないななんて思ってきたかもしれませんが実は人と違うことは素晴らしいいろんな生き方があっていいし大学を卒業した後ののそこから後の生活や進み方や進路も人それぞれいろいろあっていいわけですですからちょっと就職できなくなってできなかったのでまずったななんて思う人は全くないですからねむしろ就職しなかったならばそこをチャンスとして生かしてそのできた時間を伊藤塾で有効に活用して将来のために 自己資源自分自身の中にきちっとね力を蓄える外部環境が周りがどんなに変化しようが堂々と自分の力で生きていけるそういう力をぜひ皆さんの中に培っていってね蓄えていっていただきたい外部環境の変化に振り回されない自己資源をしっかりと蓄えていくことそれをぜひこの伊藤塾で,えでえ頑張ってやっていただけたらなと私たちも大歓迎ですからぜひ。 相談に来ていただければなというふうに思います、えー、まあいろいろお話をしましたが卒業控える大学の年生の皆さんたち卒業控えて、ね、もう大学というところに帰属することはできなくなりましたちょっとね社会に出て えー、どこかの会社に帰属できればいいんだけどもどこにも帰属できないよというなのでとても不安を感じている方いらっしゃるかと思いますがいやいや伊藤塾というところにぜひ、えー、皆さんの席はあります、えー、伊藤塾に帰属して伊藤塾のメンバーとして伊藤塾の仲間として、えー、これからの、えー、皆さんの新たなあ、まあ、キャリアそれをこの伊藤塾からスタートしていただければとても私たちも嬉しく思います全力で応援したいと思います、えー、今日は聞いていただきましてありがとうございます頑張りましょう